タンちゃん、エクスラグ、リエクスト、クマキでーす。今回の企画はリエクス、ベイビーカワケのこれ本当ですか？はい、はい、ということで今回はおちせちゃん4体で、はい、4体からマリステンに、うん、マリステンにしていこうと思います。はい、はい、ではレッツドイッツ。はい、ということで一応見ときますか。はい、はい、そうですね、反射ゲージのマインスイーパーのアジダメージウォールということでね、反射なんですよねこれいけるんですか？4体ってなるとそうなっちゃうんですよね、はい、久々のこれ本なんでね、ちょっとそうね、はい、久々で4体である必要はそんなにないんだよね。そうですね、時間、まあやってみましょうか、うん、そんなもんか。しかもレザバリが私なんでこれやってんの？なんでこれやってるの？ああ、そう。おー、おー、いいですね、いいですね。とりあえずね。1時間ぐらいこのぷにょぷにょと戦ってなきゃいけないんじゃない？多分ね、割と長いと思います。全然減らないからさ勝てーなー。でもね、運極なんで。なるほどね。出るのかなっていう、ハートが。ハートがね。そう。あ、でも剣出ましたよ。剣出たね。はい、行きましょう。レッツイ、レッツイ。おお、いいじゃないですか、いいじゃないですか。どうした？そうです、ハート取るんですか？ハート取ろう。僕はミロックかかってるんですけど大丈夫、ハート取ろう。だってもう、あ、大丈夫か、まだ来ました。どこ行ったんだろう。すごいすごいすごい、使われるのかな。今のめっちゃうまかったですね。うまかったよ。うまかったけどすごい目立ってるからさ。あ、でも結構削るね。削りますね、うん、強い。友情はやっぱ強いんですよね。強い、かわいいな、落ちて。かわいいですね、かなりかわいい。食べたいって言うの？おせちをってことですか？そうそう、おせちを。おせちの方、おせちの名前だから食べたいなと思って。よっしゃ、次でね、倒します。これ倒せそう。はい、倒します。なんだかんだいけるじゃないですか。で、ハート取れるですね。はい、わかんないけど、ね、いけるって。ほらー、あ、いけた、うまっ。まあ、ここで見せれますよ、マイン。じゃじゃん、あずます、あずます。アンダメなんでね、はい、そこも自由無尽ですよ。かっこいい、かっこいいね。かわいいですね。かわいい。今他のことがないです。え、ダリルですか？なんでわかったの？ダリルのことをずっと考えてたの。やべえやつだな最近ウォーキングデッドのダリルがすごい好きで、はい、まず帰ったらダリル、起きたらダリル。あら、なんですよ。私エドニアムどうしてるんですか？あ、エドニアムはちゃんと遊ぶ。あ、よかった。朝なら、OK、6時にいつも起きるじゃん、うん。で、7時ぐらいまでエロと遊んで、うん、そこから洗濯機回しながら、うん、ウォーキングデッド。なるほど。メイクしながら。メイクしながらダリル。そう。まあ、なら全然いいです。エドニアムをちゃんとね、愛しているのなら。エドニアムしか愛してないよ。そっか。ダリルはどうなったのじゃあ。やばいやばい。ダリル。ダリル不器用なの？ダリルね、すごい不器用なの。何が、どういうところが、なんか包丁使い方が苦手とか、そういう。いや、もううまい。多分包丁の使い方がうまいと思う。だって、あれだもん、ウォーカーをすごい人差しで殺すもん。パンって。じゃあ、あ、なんか人間。そう、人間。として、なんかこう、人間関係がってことですか？そう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 。なるほど、なるほど。あんまり伝わらないとかそういうことですよね。なんか思ってることはあんまり、なんか素直なんですけど、なるほど、なんか伝え方うまくないなみたいな。うん、
ところがすごい好き。もったいない感じの。そうそうそう。でも私は分かるから、すごい彼のこと。ああ、私は誰よりも。私は誰よりも彼のこと分かるから。他の誰よりも。そう、別にそんな会話のシーンとかそんなにないけど。ダメんじゃねえと。私はもう分かってると。そう、彼のことすごい好き。え、社内のもしかしてダリルファンを今恐怖に。違う。やべえ。やばいな、ハート取ろうか。ハートは取るんですけど。ウォーカーウォーカーじゃねえぞ。ウォーカーさん、なんか最近ハマってることないんですか？最近ですか？最近なんだろう。最近、難しい質問ですね。うん、でもそんなにあれなんですよ、ハマるっていうのがあんまないんで、あ、まあ、見るとかはあるんですけど、普通にドキュメンタルとかね、うんうんうん、普通にあの今流行ってるものとか、うんうん、見るんですけど、まあ、流行ってるのボードゲームぐらいですね、それこそ。あ、でも本当、川家さん家でボードゲームしたりとか、はい、で結構好きになりましたね。思いますか、うん、よかった。楽しい。なんかもっと他のもあるのかなとか知りたいなって思いました、うん、ありがとうございます。それは嬉しい、うん、あ、でもいいね、うん、結構強い、強いっすね、うん、だからレザバリのやつを倒したいな。これ上がリクさんか、うん、僕じゃないのか。倒します。 OK です。これプニムシするしかないですね。そうですね、プニムシ殺しですね。そうですね、倒しですね。ちょっと下に行くと思ったんだけどな。悔しいもの。打とっか。打ちましょう。横打ちするわ。横打ち。縦でいいんじゃないですか。横打ち。あ、ここの間にガガガンってことですか。うん、行きましょう。行くね。でも行かないと割と攻めないと厳しい感じですね。ここは。すんごいおせち完成しちゃった。よっ。OK OK OK。こいこい。もういい。よし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 。素晴らしい。こんな嬉しいこと久しぶりかな。打っても意味ないか。でも打った方がいいか。打った方がいいですね、うん、上のやつが。すんごいおせち完成しちゃったよ。日本一。これで回復 OK。 おー、すごいね。で、縦レーザーが来るんで。いや、落ちてたん。すごいですね、これは。でもこれ難しいな。縦で、縦でここ入るか。そうですね。もしくはこういってプニーを叩くかです。ですね。プニー叩きます。お願いします。うまい。 OK です OK です。ダッス。かなりいい試合してんな。なんやったら4体でボスまで来ましたっていうので終わります、うん、あとはお任せ。レッツイッツ。レッツイッツ。すごくないですか、4体でこんなところ。いや、ほんまに、ほんまに、なんで私ほんまに。なんで私そんな完成品になったんだ。うまい。なんで関西弁なんかもよくわからんし、うまいし。なんかさ、関西弁の人と喋ってるとなるよね。やっぱなる。なんないけどなるよね。関西弁って結構威力ありますよね。あるある。言葉として。危ないと。
でも関西弁の人が好きなんだよな、最近。じゃあ、誰だろう、関西弁。身近にいるのはパッチョさん、パナエさん。そうっすね、そうっすね。ね、僕はエセなんで、映っちゃったタイプなんで。男子のっていいっすよね。あどうなる耐えたー OKOKOK いいじゃん。立てて行きましょうか。うん、で倒しつつみたいな感じ。はい、あの金波が取れたらラッキーぐらいでいいと思います。多分我の姿しゃー、素晴らしい。これすごい、すごい来れるもんですね。うちらいつの間に。すごいな、これこれで言えるの気持ちいいかも。こっからだな、もう右下に入るか、縦勘で1個の前で済ませるか。そうしよう。すごい、ここまで来れたの嬉しいですね。そうですね、かなり。あ、素敵じゃん。踏まずに行けましたね。もうこいつはもうガーンって行きましょう、縦勘で。なんていうかね、でこいつだけでも助けたら嬉しい。ごめんなさい。あ、仕方ない。OK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 。申し訳ない。嫌なとこに入っちゃった。SS 打って。ちょっと出るみたいな。そうですね、それで行くしかないですね。上に行きます。こう、それともこう。上でいいと思います。それで左下にちょっとずるって連れてくれたら嬉しいくらい。すんごいおせち完成しちゃった。日本一。うまい、あざっす。これでダーン。見つける。おー、いいね、いいね。SS 打つ意味はないけど、打った方が威力が出ますもんね。うん、すんごいおせち完成しちゃったよ、日本一。よし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 、いつにもいなくなった。え、すごくない？打つ？打ちましょう。暴れる？暴れて、こうで、なんか縦とかで、まあ、弱点捉えてもいいし、友情拾ってもいいしでいいと思います。すんごいおせち完成しちゃったよ、日本一。敵がどのくらい食らうんだろう。うーわ、えぐいた。でもすんごいおせち完成しちゃったよ、日本一。悪くない。で、範囲に2体入ってる。立てるわ。はい、やったーやったー、勝ったー。少々お待ちください。というわけでこれ本当です。やったー、え、すごい、ついなくても勝てた。マジでびっくりした。びっくりしすぎて携帯落ちたもんね。これね、ぶっちゃけね、ちょっと、はい、一体貫通入れてスタートしますって言ったんですけど、勝てました。勝てました。はい、というわけで、はい、皆さん落ちせ、ぜひ落ちせゲットしてください、はい、ちょっとね、時間かかるんで貫通入れることをおすすめします、うん、おすすめしますが、はい。というわけで以上
これ本当でした。でした。ではバイバイ。勝てた。すごい。ご視聴ありがとうございます。2018年もモンストと公式チャンネルをよろしくお願いします。中の人放送局もあるよ。みんな登録してくれよな。見てくれよな。あれ、いっぱい。